どうもこんにちは、みとしです。はい、ということで今日は視聴者様様からこんな美味しそうなものがあるぞとお声をいただいたので、今日はそれを食べたいと思います。で、まあ毎度のことながら、まあタイトルとサムネでわかるかと思いますが、多分ちょっと久しぶりだと思うんですけど、こちらじゃーんという感じで KFC、 はい、 KFC 買ってきました。なんか今ね、なんだったっけ、まあ画像パッて載せとくんですけど、まあこういうね、あのクリーミーコロッケフェリサンドっていうめちゃくちゃ美味しそうなパッケージが出てるんですけど、まあこれがね本当に美味しそうだったので今日は買ってきました。で、あとその他にもこれがいちごパイ、ペッパーマヨのやつ、あとアップルパイとかポテト S、 骨なしケンタッキー、これ僕大好きなんですけど和風照り焼きサンドですね、あとクリーミーフィレサンド、はい、こんな感じで買ってきたのでケンタッキーを朝ごはんに食べていきたいと思います。今日はガンガンね、この朝日がさんさんと照ってる状態で動画撮っております。じゃあいただいていきたいと思います。いただきます。はい、今日はですねこれアイスティーでございます。つかケンタッキーもこれスタバみたいに紙のストローですね。地球に優しいぞケンタッキー。あー、アイスティーだね。じゃあ最初これペッパーマヨツイスターだったかな。はい、これも結構定番でねよく食べるんですけど、今回もまた買っちゃいました。いただきます。うん、やば、これはたまらない。クリスピーのザクザク感と、あとさレタスが何枚も合わさってシャキシャキになるんですよ。最高じゃねえかこれ。うん、うまっ。あとさブラックペッパーが効いてるんで、そのスパイス感とマヨがめちゃめちゃ合う。最高だね。朝からこれは最高すぎるな。うん、あ、これトマトも入ってる。すごい柔らかいトマトがなんか新鮮でめっちゃ美味しいですね。というか今日買いに行った時さ、めちゃめちゃ寒くてびっくりしたんですけど、僕さ冬基本は薄着で過ごすんですけど、さすがにちょっと寒すぎて凍えそうになりながらね僕は買いに行きました。まあ別に何もオチはないんですけど、うん、うまっ、いいね。ちょ、ポテトが買ってから若干時間経ってるからさ、ちょっとしなしなめになってます。うん、ポテトはあれですよね、カリカリ派としなしな派で分かれますけど、なんかカリカリとしなしながさ両方合わさったらめっちゃ最強じゃねって思うんですけど、そんなポテト誰か開発しないですかね。うん、うまいね。じゃあね、やっぱケンタッキーって言ったらチキンだろっていうことで、骨なしケンタッキーです。僕は大体ね骨なしを頼みます。じゃあいただきます。おお、うまっ。すごいね、時間が経ってるのにすごいザクザク、さすがですね。うまっ。チキンのね柔らかさがすごいちょうどいい、あのチキンナゲットぐらいの柔らかさでいいね。
まっ。やっぱケンタッキーはさ、このスパイスがいいよね。素晴らしい。うん、うまい。あ、合うわ。このポテトとチキンのスパイスの味めちゃくちゃ合う。あのスパイスの後にさ、このポテトのジャガイモの素朴な味っていうのがすごい合う。めちゃくちゃいいね。ついにこれいただきます。クリーミーコロッケフィレサンド。これすごいよね。なんかパッケージに多分まだ近いかなって感じの見た目じゃないですか。見た目が崩れてないからすごいですね。まあパッケージには若干劣るだろうけど、まあそりゃそうだっていう感じなんで、はい、なかなかボリュームがあってすごいです。じゃあいただきます。うわ、うまっ。このサクサクのコロッケの中にトロトロのクリーミーコロッケが入ってます。そんでね、なんかエビの風味がすごい。そのトロトロのコロッケと一緒にエビの風味がめっちゃやってくる。あ、おいしい。ボリュームがすごい。しかもこれチキンフィレもさ一緒に入ってるんですよ。のコロッケとチキンフィレの二段重ねってのがめちゃくちゃすごい。じゃあこういうのめっちゃ好きですね、俺、僕。うん。あ、うまっ。これ絶対ポテトと合うわ。あ、合う合う合う。やっばい、これ満足感半端ない。おいしい。これさ、バンズがなんかね、めちゃくちゃいい。素朴な感じのバンズなんですよ。普通のバンズとはちょっと違う感じで、ちょっとパサッとしてる感じのバンズなんですけど、なんかこのクリーミーコロッケのトロトロ感とか、あとオマールソースとかも入ってるんで、逆にね、なんかそれを引き立ててる感じがしてめっちゃいいです。先にこっち行くんかいみたいなねって思った人もいるかもしれないですけど、あのパイがね、二つあるんですよ。だからさ、これを食べる前に一つ挟んどこうかなって思ってこっち選びました。じゃあいただきます。あ、おいしい。あ、これカスタード入ってんのかな。甘い。いや、カスタードじゃないな、バニラか。すごいバニラの風味と味がすごいする。めっちゃ美味しいですね。やっぱ甘いものはね、美味しすぎる。ではでは、だいたいね、ケンタッキー系の動画撮ると毎回買うんですけど、これ和風カツサンド、もう僕大好きなんですよ。これもうこのさ、カツに染み込んだ照り焼きソース、これね、またちょっと醤油の風味がするんですけど、それがたまらなくうめえ。本当にね、美味しいんで、はい、まだ食べてない人食べてみてください。いただきます。うん、まっ。美味しい。うん、すごく美味しい。うん、これはさ、一生メニューから消えないでほしい。ずっと残っててほしいな。これ中にさ、マヨが入ってて、このね、照り焼きソースとまたまた合うんですよね、これが。
はい、では最後、もうピンク色、これがね、いちごのパイ。じゃあいただきます。おお、香りがすごい、ストロベリー。これはあれだ、このいちごの味、ポッキーのいちご味、そうそう、いちごのポッキーの味とめっちゃ似てる。中に入ってるいちごの味がお菓子系の味ですね。そんでパイがめちゃめちゃサクサク、しかもふわふわ、すごいぞ、めっちゃ美味しいです。これあと5本はいける、5本はいける、めっちゃ美味しい。ごちそうさまです。そんな感じで今日はケンタッキーのあの美味しそうなやつが出てたので食べてみました。コロッケがたまらない、あれはね、あのクリーミーコロッケがもうたまらなく最高な感じなので、そういうさ、なんかコロッケ系好きだわみたいな人は食べてみるといいと思います。いやー、もうあれはボリュームが半端ない、ボリュームが半端ないから、はい、けどね、もうとりあえずそういう時は一度食べてみましょうと。はい、やっぱ食べてみなきゃわからないから、食べてみましょう、気になった方は。はい、そんな感じでございました。また次の動画でもよろしくお願いします。ということで今日はここまで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。